あの時何をしていましたか？1965年、昭和40年、発展を続ける日本経済の負の産物として公害が取り沙汰されるようになりました。暮らしが豊かになることと引き換えに様々なものを失った時代、大家族の暮らしや地域ごとのしきたりや行事など古い社会システムを脱ぎ捨てていった時代でもありました。3月20日、トヨタ自動車がスポーツ800を販売。8月29日、TBS で藤子不二雄原作のテレビアニメ、お化けの Q 太郎、放送開始。10月2日、友永慎一郎のノーベル物理学賞受賞が決定。10月6日、日本最初のカラーテレビアニメ、ジャングル大帝、放送開始。10月14日、巨人が2年ぶりセリーグ優勝。10月24日、F1 メキシコ GP でホンダが初優勝。11月2日、日本シリーズは巨人が南海を4勝1敗で下し2年ぶり日本一。11月8日、日本テレビで深夜番組の 11PM 放送開始。11月17日、プロ野球第1回ドラフト会議が行われる。1966年、昭和41年。1月2日、特撮テレビドラマ、ウルトラQ、放映開始。1月24日、ホンダ技研が S800 を販売。2月4日、全日空機が東京湾に墜落。全日空羽田沖墜落事故。3月31日、日本の総人口1億人突破。4月29日、東京都中央区銀座にソニービルがオープン。5月4日、大川橋蔵主演の時代劇、銭形平次が放送開始。1984年4月4日まで全888回放送された。5月15日、日本テレビ系の演芸番組、笑点放送開始。6月29日、ビートルズ来日。6月30日から3日間日本武道館で公演。7月27日、ジャイアンツの新人、堀内恒雄投手が開幕から13連勝。8月18日、袴田事件で静岡県警は袴田巌を強盗殺人、放火、窃盗容疑で逮捕する。以後2014年3月27日まで47年間と半年以上拘束されることになる。9月23日、巨人が2年連続のセ・リーグ優勝。10月1日、長寿番組、日曜洋画劇場、放送開始。10月19日、プロ野球日本シリーズで巨人が南海を4勝2敗で破り2年連続日本一。10月20日、トヨタ自動車が東京モーターショーでカローラを発表。11月5日に販売。1967年、昭和42年。3月1日、阪急千里線北千里駅で日本初の自動改札機が設置される。3月20日、ホンダ技研工業が N360 を販売。スバル、360の牙城を崩す。5月30日、
東洋工業が世界初となる2ローターロータリーエンジン搭載のスポーツカーコスモスポーツを販売。7月14日タカラがリカちゃん人形を発売。着せ替え人形のベストセラー商品となる。8月1日、資生堂が男性化粧品の MG5 を発売。段次郎を起用した TVCM が人気となる。10月1日、パリーグで阪急が球団創立32年目で初優勝。10月2日、深夜放送の代名詞的存在である日本放送系のラジオ番組オールナイトニッポンが放送開始。10月2日、ツイッキー来日。日本にミニスカートブーム到来。10月7日、巨人3年連続セリーグ優勝、V3。日本シリーズ、読売ジャイアンツ、4勝、阪急、2敗。1968年、昭和43年。3月30日、テレビアニメ「巨人の星」読売テレビ放送開始、スポコンブームの代表作となる。4月8日、日産自動車がローレルを発売。4月18日、東京都千代田区に日本初の超高層ビルである霞が関ビル完成。高さ147メートル。7月7日、第8回参議院議員通常選挙。石原慎太郎が参院選挙全国区でトップ当選したほか、青島幸男、横山ノックなどいわゆるタレント議員が全員当選。集英社から週刊少年ジャンプが創刊。8月12日、ザ・タイガースが後楽園球場でコンサートを開催。日本初のスタジアムライブ。9月16日、トヨタ自動車がコロナマーク2を発売。10月8日、巨人が後楽園球場の広島戦に勝ち、4年連続セリーグ制覇 V4。 10月11日、阪急の2年連続パリーグ優勝決まる。10月12日、メキシコシティで第19回夏季オリンピックメキシコオリンピックが開幕。10月27日までの16日間開催。夏季メキシコシティ112カ国参加。日本は金メダル11個、銀メダル銅メダル各7個獲得。体操男子団体競技などで金メダル。バレーボールで男女ともに銀メダル。男子サッカーで銅メダル獲得。10月17日、川端康成がノーベル文学賞受賞。10月20日、日本シリーズで巨人が阪急を下し、プロ野球史上初の4年連続日本一、V4 達成。11月、ビッグコミック小学館にて斉藤孝雄の長編劇画「ゴルゴ13」の連載が開始。12月2日、いすゞ自動車が117クーペを発売。12月10日、白バイ警官に変装の男。府中市で日本信託銀行国分寺支店の現金輸送車を襲い、現金3億円を強奪。昭和50年12月10日、時効成立。12月24日、アポロ8号が月を周回し、月の地平線から昇る地球の写真が撮られる。1969年、昭和44年。1月18日、
東大闘争支援の学生市民が御茶ノ水駅明大中大付近の道路をバリケード占拠して交通麻痺。1月18、19日、安田講堂の落城により大学紛争鎮静化。2月1日、日本専売公社、現 JT、日本タバコ産業がチャコールフィルター仕様のセブンスターを発売。6月10日、日本の GNP、国民総生産が西ドイツを抜いて世界第2位となったことを経済企画庁が発表。7月20日、アポロ11号が人類初の月面有人着陸を果たす。8月4日、TBS 水戸黄門放送開始。2011年で全43部にわたるシリーズを終了。8月18日、第51回全国高等学校野球選手権大会決勝で三沢高校と松山商が延長18回の上引き分け再試合。10月4日、TBSK でザ・ドリフターズ出演の公開バラエティ番組8時だよ全員集合が放送開始。1985年終了。10月5日、フジテレビ系のテレビアニメサザエさん放送開始。10月10日、巨人の金地投手が400勝達成。11月2日、巨人がパ・リーグ覇者の阪急を4勝2敗で下し、5年連続日本シリーズ制覇、V5。11月3日、日産自動車がフェアレディ Z を発売。1950年代の日本の動画でいただいたコメント。1955年生まれです。確かに物も今より少ないですし、
美味しいものも少なかった時代です。でも毎日紙芝居を見たり面講をやったりで子供ながら人とのコミュニケーションは今の時代よりたくさんありました。良い時代でしたね。昭和の子供時代の懐かしい思い出がよみがえります。貧しかったかもしれないけれど今とは違う人のぬくもりがありました。動画を見て本当に良い時代でした。ありがとうございました。昭和18年生まれです。この手の動画では一番感動しました。こういうのを見ると一日だけでいいからタイムスリップしてみたいって思う。昭和を経験してみたい。今年の1月に亡くなった昭和8年生まれの父もこんな景色を見てたのかなと思うと涙が出てくる。たくさんのコメントありがとうございます。戦後の驚くべき復興を遂げたこの時代に生きた日本人は素晴らしい。